なあ、ターボーカイト、おう、相棒。おう。え？相棒。ん？カイト。ターボHoo!
おう。カイト！なあ、ん？ラボ。もしもし、杉浦だけど、梶平の件調べたよ。すぐ会えるかな。恋女房って釣り堀屋はわかる？わかるけど、あそこそんなに有名なのか。知る人ぞ知るってやつ。じゃ、そこで待ってる。
思ったより早かったんじゃない？八神さん。ああ、そっちは梶平と大臣の件何か出た？ま、噂レベルだけどね。手応えありって顔だ。うん、梶平と風見大臣はね、なんとあの創薬センターのことで密会してたんだよ。何？何年か前から梶平グループはでかい再開発計画を立てて極秘に準備していたんだ。都内のある広い土地を当てにしてね。それがここ創薬センターか。だけじゃないよ、その周辺も。正確には医療システム産業開発機構の敷地全部で、それを管理しているのが厚生労働省だったってわけ。だから梶平は風見大臣に根回しする必要があったんだよ。再開発するには創薬センターから何から全部閉鎖するのが大前提だからね。でもそんな話、大臣一人説得して済む話か？それが済むんだな。もともと閉鎖って話はずっと前からあったみたい。ん？医療システム産業開発機構ってその組織はさ、日本の高齢化に備えて研究を進めるって触れ込みだったわけ。ところが維持費ばっかりかかって十何年も成果なし、ずっと税金泥棒って言われてた。まあ、もともと天下りの受け皿みたいな緩いとこだったんだよ。そうか。じゃあもしそこへ大臣が閉鎖と言い出せば、一気に潰そうって流れになるだろうね。でも大臣の顔も潰れるんじゃねえの？とんでもない手数料が入れば気にしないんじゃない？とにかく梶平は大臣に取り入ってもう大体話をつけてたみたい。この時点で贈収賄。しかもだよ、梶平は先々の値上がりを見越してセンター周辺の土地も買いまくった。わかりやすい汚職だな。うん、でもさ、やっぱ神様は見てるんだよね。ある日梶平の再開発計画は突然白紙に戻されたんだ。創薬センターを閉鎖できない事情ができてね。その理由がこれ、アドデック9の論文発表。うん、この認知症の薬は世界にとって絶対の正義だからね。風見大臣はすぐ手のひら返してアドデック9を褒めちぎってた。だから当然創薬センターとかの閉鎖話は立ち消え、梶平との密約なんてなかったことにした。梶平は大臣からはしごを外されたわけか。うん、再開発に備えてた投資分もろもろかなりの金を回収できなくなったんじゃない？アドデック9のことは相当恨んでいると思うよ。なあ、お前これどうやって調べたんだ？さっき頼んだばかりだぞ。はあ、やっぱ言わなきゃダメか。ん？実は今僕が言ったことは全部ネットの記事に出てたんだよ、1年も前に。面白い記事だったけど決定的な証拠がなかったのかな。ゴシップ扱いで話題にならなかったみたい。これは全部デタラメかもな。なんで？この記事書いた服部って記者めっちゃ嫌なやつだ。知り合い？ああ、今日も源田法律事務所に押しかけてきたってさ。え、じゃあ記事のこと直接聞けるじゃん。すぐその人と話しなよ。うん、まあそうなっちゃうか。
方だねえな。しばらく寝とけってな。おい。山美さん。いらっしゃいませ。こりゃうまい。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あれ、八神さん。服部は？もう結構前に帰りましたけど。そっか。本当に星野くんが追っ払ったのか。というよりは沙織さんの沈黙に耐えられなかったみたいで。なるほど、そりゃきついな。あの、それより。ん？真冬？
新谷先生のお悔やみを言いに来たの。そのためだけじゃないでしょ。八神さんに直接伝えたら。うん。俺になんかあんのか。うん、あのね、泉田検事が八神君の逮捕に動いてるみたい。新谷先生の件で。ああ、そういえば黒岩ってデカも俺を重要参考人だって引っ張りに来た。何がどうなっているの？なんだよ、それはこっちのセリフだろ。一応聞くけど、八神君やってないよね。俺が新谷を？うん。やってないよ。よく聞けるな、そんなこと。仕方ないでしょ、検事なんだから。人を疑うのは仕事上の務めです。で、泉田が俺を疑う根拠は？何か証拠でもあんのか？どうかな、なんか私ハブにされてるから。ただ森田検事生まで八神君を疑ってるみたい。嫌われてんだな俺。さすがに好き嫌いで動くほど検察は感情的じゃないはずだけど、まあ八神君がやってないって言うなら安心した。それでも何かあったら連絡して。私で力になれることがあれば言ってほしい。ありがとな。またね、源田先生にもよろしく。杉浦さんの方どうでした？何か収穫は？ああ、梶平は風見大臣に創薬センターの閉鎖を働きかけてた。ん？え？梶平の再開発はセンターの土地を当て込んでたんだ。ところがアドデックナインの発表で全部ご破産。梶平は大損を抱え込んだ。ちょっとそれ、じゃあ梶平と創薬センターめちゃくちゃ関係してたんですか？服部の記事によるとそういうことらしい。服部さんってさっき来てた？だからその裏を本人に聞いてやろうと思って来たんだけどな。なるほど、会いたくない時はしつこくつきまとってくるのに。ほんとあいつとは相性が悪いよ。もしもし。八神さん、杉浦。ねえ、今源田事務所から女の人が出てったよね。ん？ああ、真冬のことか。名前は分かんない、でも綺麗な人。何やってんだお前、俺をつけてたのか？説明は後で。今その真冬さんがヤクザにつけられているよ。え？ヤクザは4人か、もしかしたらもっと。僕どうしたらいい？ほっといちゃまずいでしょ。すぐそっちに行く。今どこだ？法律事務所から劇場前通りに向かって。急いでよ、八神さん。
僕一人じゃどうにもなんないからね。八神さん、まだ？今どこ？源田事務所出たばっかりだよ。真冬は今んとこまだ無事。でもやっぱ間違いないよ。真冬さん、ヤクザにつけられてる。八神さんも急いで。今劇場前の広場を通り過ぎるとこ。もしもし、八神さん。真冬さんは今、劇場通りを左に折れたとこ。ああ、分かった。なんか、彼女をつけてるヤクザ増えてるみたい。4人どころじゃないかも。ヤクザがケンジを狙うって、どこの組だ？それはまだ分かんないけど。とにかく、八神さんも急いでね。待てこら、八神やな。お前今急いでんだ。この先は通行止めや。ケンジのお姉ちゃんはわしらが先約やさかい。何？早いもん勝ちやで。踊りは引っかんでれ。お前ら誰だよ。なんで真冬狙ってんだ。まだまだ終わったらんでいい。よう、どうしたタボ。あ、カイトさん。面白そうなことやってんじゃねえか。手貸すぞ。な、何やと。ちょうどよかった。ここ頼むよ。こいつらの仲間が真冬を狙ってる。真冬ちゃんが？こいつらの仲間に？とにかく、あとよろしく。そっか、真冬ちゃんを狙ってね。じゃあお前らは俺がたっぷり可愛がってやる。あ、踊り。もしもし、八神さん、聞こえる？まだなの？杉浦、真冬は無事か？うん、今中道通り。真冬さんをつけてるヤクザは多分4人。ちょっと僕の手には負えない感じ。分かった、こっちも中道通りに入るとこ。
急いでね。もし、八神さん、気をつけて。ヤクザたちがそっちに気づいたみたい。は？4人八神さんに向かってってる。わかった。お前は真冬を見ててくれ。Yeah!
大丈夫か？うん、なんとか。さっきの人たちは何？いや、分からない。俺も仲間の知らせがあったから来れただけで。海藤さんも助けてくれた。今度会ったら礼言っとけ。私がヤクザに狙われたの？なんで？悪い、ちょっと待った。八神さん、無事？女の人は？杉浦、おかげで助かった。ありがとう。ならよかった。僕の方はね、さっきのワゴンを追っかけてるとこ。ワゴン？真冬をさらおうとした？そう。もしもし、泉田健二？藤井です。八神さん、さっきのヤクザたち、凶霊界だよ。何人か KJ アートで見た顔がいた。凶霊界が？なんで真冬を？ああ、だからそれを直接聞いてやろうよ。八神さんもすぐこっち来れる？いや、彼女を安全なところに連れてった後だ。また連絡する。私なら大丈夫。泉田健二が警官を迎えによこしてくれるって。凶霊界って関西のヤクザでしょ。その連中が私を狙ったの？そうらしい。理由は多分。俺のとばっちりだ。悪い。え？凶霊界とは少し揉めててな。だから思い当たらないこともない。カムロ町でヤクザと揉めるなんて。え、何？さっき顔殴られてたよな。大丈夫か？もう二度とこんなことがないようにする。うん。凶霊界と話をつけてくるよ。そんなの危ないんじゃないの？私なら大丈夫。もうカムロ町には近づかないようにするし。そうだよ、八神君もこの際少し町を離れたら。お迎えが来た。もう大丈夫だな。俺は当分この町を離れる気はないよ。どうして？今追ってるモグラが3年前の事件とつながってきた。3年前のって、
大久保新平の。ああ、モグラに殺された新谷は創薬センターの小野って研究員に連絡を取ろうとしてたんだ。その小野は大久保の事件で検察側の目撃証人だった。それだけ？俺もまだパズルのピースを集めてるとこだよ。でもそれを解くまではもう前に進むしかない。そっか。3年ぶりかな、八神くんのそんな顔。ん？人参を目の前にした馬みたいな。は？生き生きしてるって感じ。じゃあまたな。もしもし、杉浦？八神だ。もう動ける。そっちは今どこだ？結局ワゴンはカムロ町から出なかったよ。古いキャバレーでみんな降りてった。公園前通りにある本丸園って店。本丸園、海藤さんも向かってくれてる。よし、わかった、すぐに行く。それでは出発いたします。もうキャバレーの近くまで来てる。そっちは？店の前に着いた。杉浦も一緒だ。分かった、俺ももう少しだ。Yeah!
加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。こっちだ、タボ。見て、さっきのワゴンが止まってるでしょ。ああ、ここも強霊界のアジトってことか。ああ、多分な。中にどんだけ人数いるかはお楽しみだ。もう行く準備はできてるか？ああ、いつでも行ける。あ、ねえ、作戦とかは？そんなのいらねえ。はあ？でも、中何人いるかわかんないんだよ。何人いてもやることは変わんねえってさ。ああ、今は作戦とかそういう気分じゃないんだ。なんで？わかんねえか。さっき目の前で真冬ちゃん殴られたからだろ。マジか。よし、行けやターボ。一番乗りはお前に譲ってやる。待てこら、貸し切りは言うとるやんけ。あ、お前ヤガミ、たまりゃバケ。お前ら真冬さらってこんなところに連れ込む気だったのか。うん、誰があいつをさらえって。村瀬か、それとも塩や。なんやと。チンピラは引っ込んでろってこった。そうそう、やかし。ええやろ、上等や。楽には殺さんねえこら。ワンテンポ遅れとるで。そんなんで笑い取れるんだったら大間違いや。もっと真剣に踊らんかい。
はい、アンズトア、アンズトア。何やってんだあいつら。どうも緊張感ない連中だね。でもいいから行けっつってんだろ。悪い、任せた。話せ、卑怯だぞ。誰が話すかっつうの。話せよ。やめろ、撃つな。話せよ。銃刀法って知ってるか？
取れ。少しだ。よし。よし。もう少しだ。会長さん、杉浦も無事だったか。当然だから言ったろ。それじゃあ行くぞ。
あんただったか、塩屋。正面から堂々やるやないか、八神。それに引き換えうちのボンクラどもは頭数だけでクソの足しにもならんの。お前ら今夜は何本指飛ばす気や。ああ、真冬をさらおうとしたな。おう、俺らと喧嘩の続きがしたいだけなら直接俺んとこに来ればよかった。何が狙いだ。ちーっと仕事を頼みたいんや、あんたらに。仕事頼むからにはどうやっても断れんようにしたろう思てな。あのお姉ちゃんに役に立ってもらいたかったわけや。バカだね。どうせうちは金さえもらえりゃ何だってやったのによ。おい、そんなことはないだろ。ただ真冬ちゃんが殴られた今となっちゃもういくら詰まれようが無理ってもんだ。万が一ターボーが受けても俺が潰してやる。だから受けないって。おもろい連中やな。せやけどやっぱ先に喧嘩の白黒つけんとなんや話が弾まんわな。あよっしゃ、お前らやってるや。
なんだ。おい、後ろにいるあいつ、例の服部って記者じゃねえか。じゃああのじいさんは。あの人にこんなとこで会えるなんてね。あ？おう。お前らが八神探偵事務所か。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。モグラによる新谷弁護士殺害、警察は八神に疑いをかけ重要参考人であるという。現在と過去の事件が交錯する先端創薬センター、かつてその敷地を開発用地として大規模な再開発計画があった。計画を立てたのは関西のゼネコン梶平グループ会長梶平茂。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。そこの服部さんは知っとるな。あんたのことは八神さん、この人からいろいろ聞いとる。俺のこと？例えばあんたの弱みが何かとか。服部さんはよう知っとったで。よう。その弱みってのは真冬ちゃんのことか。八神さんの妹分いうとこか。あんたを吸い取るやろ。塩屋が真冬を狙ったのはあんたの指示だったな。わしもあんたらの腕を見とこう思てな。何？けどもう協力会がそっちに手出すことはない。このわしが保証したるわ。その代わりどうせ何か条件があるんだろう。一つ仕事頼まれてくれや。神室町の探偵として。空来た。今から1年前、わしは厚労省のある土地でどでかい再開発を計画しとった。ああ、服部さんの書いた記事は見たよ。さすがやな。計画用地は医療システム産業開発機構の土地全部、神室町が3つ4つ楽に入る広さや。厚労省の風見大臣ともなしつけて、周りの土地も行さん安値で買いあさってな。あとは早いとこ創薬センター他に潰れてもらうだけやった。けどそれをおとなしゅう待つほどわしは先が長ない。そこでつこたんが橋木いう男や。今送った写真の男がその橋木です。Thank you.
橋木は創薬センターの副所長でな、わしはそれを抱き込んでセンター閉鎖に向けてサボタージュをさせとった。サボタージュ？ああ、できる研究員は追い出したり、めぼしい研究はよそに情報を漏らしたり、ようやっとったで、あいつは。そりゃまたあっぱれなゲス野郎で。じゃあ橋木はあんたのスパイだったわけだな。ああ、ところがや、ほとんど瀕死やった創薬センターがあれのおかげで一気に息を吹き返しよった。あれ？アドテックナインや。あの日を境に大臣もセンター存続に手のひら返し、木戸の側について再開発は白紙や。わしと橋木から容赦の橋を外しよった。その橋木は今どこに？死によった。え？半年前神室町で殴り殺されたんや。センターの副所長が殺された？今も犯人は見つかっとらん。警察は酔っ払い同士の喧嘩や言うて済ましとる。八神さん、あんたにはその事件を調べてほしいんや。わしは橋木は計画的にやられたんやと思うと。計画的に殺されたって、そう考える根拠は？あいつはアドデックナインをまがいもんやと疑うとった。まがいもん？なんでだ？センター閉鎖の話が出た途端、急に画期的な新薬の論文発表や。タイミングは良すぎるやろ。橋木はアドデックナインに何やからくりがあるはずや言うてたで。そやからその裏を嗅ぎ回ってたんや、神室町で殺されるまでな。じゃあ例えば木戸あたりが橋木を殺したって言いたいわけ？ほんまにそうやったら今からでもセンターは閉鎖やな。再開発は仕切り直し、あの土地に突っ込んだわしの金が何倍にもなって帰ってくる。せやけどな、このままやったら千億がドブなんや。え？千億？わしらが神室町から引けん理由がそれよ。そら執念深くもなるか。あの創薬センターには何や裏がある。新谷優弁護士もそこに近づいた途端やったやろ。目えぐられたのは何かがあるんや、あのセンターには。もしそうならあんたかて調べずにはおられんはずやな、八神さん。そやからわしはあんたを選んだやで。この仕事を他に頼めるやつはおらん。服部さん、あんたのおかげで真冬がさらわれるとこだった。なんか言うことはないのか？私もここへは梶平会長に無理やりさらわれてきたようなもんです。好きで八神さんのことを喋ったわけじゃありませんよ。それでも一言謝ったって良さそうなもんだ。ふざけたやつだよ。それよりもうそろそろ行かない？ほら、厄介なのが目を覚ましそう。そうだな、すぐ出よう。ああ、創薬センターの副所長で橋木。そう、
半年前にカムロ町で殺されたらしい。急で悪いけど星野君の方で事件の情報を集めといてくれるか。明日まで。ありがとう。ほんじゃまこの続きは明日源田事務所でだな。ああお疲れ。八神さん。うん、僕やっぱり八神さんと組んで正解だったよ。一気に梶平の会長まで出てきたからね。梶平の不正の調べもはかどりそう。俺の方もおかげで真冬が助かった。ありがとうな。じゃまた用ができたら呼んで。いらっしゃいませ。ありがとうございました。八神さん。八神さん。
で行く。それでは出発いたします。いらっしゃいませ。今日ちょっと帰り遅くなりそうなの。もしもし、あなた、もしもし、この間の仕事の件ですけど、はい、あ、もしもし、お母さんだけど、今日ちょっと帰り遅くなりそうなの。もしもし、あなた、あ、もしもし、お母さんだけど、今日ちょっと帰り遅くなりそうなの。もしもし、この間の仕事の件ですけど。ありがとうございました。あ、もしもし、いらっしゃいませ。お母さんだけど、今日ちょっと帰り遅くなりそうなの。ありがとうございました。どこにいるんだ。
しばらく寝とけっての。ターボ、来たか。早いな、会長さん。星野くんが資料をまとめてくれたってよ。例の橋木の事件。あの、昨日真冬が襲われたんですって、教令会に。ああ、もう真冬と話した？ええ、でもちょっと嬉しそうでした、八神さんが助けてくれたって。八神さん、源田先生今日も来ないのか？いえ、昼過ぎには来るそうです。声はまだ元気ない感じでしたけど。そっか。それより昨夜頼まれた件です。橋木って人の事件調べときました。俺にも聞かせてくれよ。先端創薬開発センターの元副所長橋木徹さん、半年前に殺害された当時51歳、深夜神室町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようで、すでに意識はなく、その3週間後に病院で亡くなっています。3週間も？ええ、その間ずっと昏睡状態だったみたいで。誰か事件の目撃者は？犯行そのものを見た人はいなかったようです。ただ事件の直前、橋木が酔って声を荒げてた姿は大勢に目撃されてます。相手は黒いレインコートの男。黒いレインコート？ええ、でもその続報はなしです。多分警察でもそいつを見つけられなかったんじゃないですかね。とまあ、ネットに落ちてた情報はこんなところでした。事件の大枠だけですね。いや、とりあえずは十分だ。梶平会長は橋木が計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのかも。ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまりただの雪吊りの喧嘩だったから、橋木は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うがな。え？犯人はプロで、しかも凄腕だ。なんでそう思うんだ？ええ、どうしてです？なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に橋木が死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃ、よくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん、神室町じゃ腐るほどあんだろ。確かに、事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。橋木が死んだことは全然ニュースになってません。一応日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は橋木が致命傷か見極めて、すぐには死なないように加減した。そんなことできるんですか？だから犯人は凄腕なんだって。
こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ？まあ一理あるのは認めるよ。けどそう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな。材料というと？ハシキ殺しの捜査資料とか詳しい死因なんかも知りたい。となるとここはまた綾部刑事の出番じゃないか。ああ、俺もそう思って実は昨夜電話してみたんだがよ。なんだ？今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。しょうがねえな。だから代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例のカジノラマンでな。お前も行くだろ？ああ、もちろん。出発するか。なんか俺ら出待ちされてたみてえだな。ああ、ありゃあ松金組のもんだぞ。なんでだろうね。ずいぶん殺気が抜けられてるような。お前もそういうのが分かるようになったか。もしかして俺ら強霊界とつるんでるように見られてるんじゃ。何にしても言い訳は聞いちゃくれねえようだ。とこずらかるぞ、タボ。ああ、行くぞ。
八神さん。
ここに綾部の代理ってのがいるはずだ。どんなやつなんだ。さあな、向こうから声かけてくるんじゃねえか。そんじゃまあ探してみようかね。いらっしゃいませ。さあ行くか。ありがとうございました。あのちょっと。うん。もしかして俺のこと呼んだ？座って隣。早く。ん？前にどこかで。冗談はやめてくれる？冗談って。いいから。それより場所はここでいいの？それとも。もっと人目につかないとこ行く？いや、まずは落ち着きなよ。無理。とにかく早くしてほしいの。おっと、参ったな。は？ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも一応俺もこう見えて慎重っていうか、初対面の女性とは。八神くん、本当に私がわからないの？ん？誰？なんでお前、真冬？ノリが良くて情熱的な女じゃございませんの。申し訳ないですね。いや、っていうか、なんでここに？綾部刑事の代理。お前が？え？綾部とはどういう？今朝、彼から急に連絡があったの。自分の代わりに八神くんに協力してほしいって。捜査資料、創薬センターの橋木が殺された事件のね。必要なんでしょ？検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと返送したし、ここでなら大丈夫なんでしょ？ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの、昨日助けてもらったお礼だから。それともう一つ、泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで八神くんを逮捕する気みたい。そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる。ありがとうな。じゃあね。誰だ今の姉ちゃん。綾部の代理だよ。あ？なんだよこれ。
これ捜査資料か。橋木が殺された時の。真冬が検察から持ち出してきてくれたんだ。真冬ちゃん、じゃあさっきお前といた姉ちゃんが。俺も最初気づかなくて怒られたよ。よう、お前も見てみろよ、この橋木の資料。これ橋木の経歴か。さすがの高学歴って感じだな。創薬センターの副社長になったのが4年前。ってことはお前が大久保の弁護をしてた時にはもう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。こっちは現場の資料地図だぜ。ここが橋木の倒れていた場所だ。その1時間くらい前には近くのキャバで飲んでたらしい。でこれがそのキャバだ。店の名前はクイーンルージュ。あっこは結構高えのに羽振りがいいね。橋木は一人でクイーンルージュに来てたのか。いや、もう一人同僚といたみてえだな。ん？例のショーのデアストだ。じゃあ橋木は創薬センターからわざわざカムロ町まで来てショーのと飲んでたのか。そこで何を話してた。さあな。店を出た後、ショーノの方は橋木と別れて一人でタクシーに乗った。で創薬センターに戻って木戸と話してる。タクシー会社の記録で裏も取れてるみたいだ。つまりショーノにはアリバイがあるってことか。あと木戸もそうだな。ああ、橋木の方はタクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのはその3週間後だ。ひどいな。死因は殴打による脳挫傷と。殴られたのは14、5発。手袋越しに殴られたとみられ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で次はどう動く。現場の場所が分かったんだ。橋木が倒れていた場所を見に行く。クイーンルージュって店もその近くだ。
海藤さん、悪いけど橋木の役頼める？ああ、この辺だってな。こうか？さすが、死体役のオファー来るよ。ふざけんな。半年前、平日の夜11時過ぎ、店で一緒に飲んでいたショーのタクシーに乗せて別れた直後、橋木はレインコートの男と口論し、その後ここで倒れている姿が発見された。ショーノがタクシーに乗ったのは昭和通りだ。そこから喧嘩するためにわざわざ場所変えたわけか。ここの人気がない感じ。犯人は初めから橋木を殺す場所としてここを選んだ。そこまで言い切れるか？まあ刑事の勘ってやつ。誰が刑事だよ。ここはもういいだろう。タボ、事件から半年だ。何か証拠が残ってるわけでもねえ。ああそうだな。ちゃんとついてこいよ。寝とけっての。行くぞ。クイーンルージュ真面目な研究者たちもこういうとこ来るんだね。ショーノはともかく、橋木は真面目じゃないだろう。梶平のスパイだったんだから。まだ開店前か。誰かいりゃいいけどな。
すいません。誰かいます？どちら様で？まだ開店前です。それにうちは完全会員制でして。ああ、先端創薬センターの橋木さんいるでしょう。あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね。それに紹介ならご本人から直接していただかないと。橋木さんが死んだのは知ってますよね。半年前この店を出た後殴り殺された橋木さんです。あんたら誰だ。警察じゃないでしょう。カムロ町の探偵だよ。矢上探偵事務所。事件があった夜のことを聞かせろ。何なんだてめえ。そんな前のこと覚えてねえよ。いや別にあなたの話じゃなくてもいいんです。この店テーブルに女の子がつきますよね。できたら橋木さんのとこについてたことを話したいんだけど。さっさと帰れって。うちがあんたらに協力する義理なんてねえよ。ちゃんと誰かの紹介受けてメンバーになったら話くらい聞いてやってもいい。ただ一応言っとくと、うちのお代は少々お高いんでね。そんなちんたらやってらんないんだよ。なら帰んな。よう。この店今女の子募集中なんだな。ああ。じゃあこの子なんてどうだ。即採用だろ。まあそうだね。悪くはないね。悪くはない。この女の子で。随分ハードル高いな。あのさ、うちは女の子の質が売りなの。そういう子はがっぽり稼げる。ただし質のいい子ってのは可愛いだけじゃないよ。それ以外の個性や魅力が大事なわけ。どういうつもりだ海藤さん。あんた真冬に怒られるぞ。橋木と翔野が何話してたか探るためだって。キャバ嬢として潜入できりゃぼっちりじゃねえか。バカ言ってんじゃないよ。そんなの頼めるわけないだろ。じゃあこっちの子は。沙織さん無理だって。真冬でまあ悪くはないねだぞ。他にいねえだろ。誰これ。紹介してもらえんの。は？この写真じゃ地味に見えるけど。いいね。磨けば光る。俺にはわかるよ。星野くんが前に言ってたんだよ。沙織さん、あれ実は相当いい女ですよって。マジかよ。あんたここの店長か。ああ。その女の子ぜひ連れてきてよ。実物見てみたいから。でよかったら文句なしで即採用するよ。任せとき。じゃあまたな。行くぞダボ。たくも期待してるよあんたたち。というわけで沙織さんをキャバ嬢として送り込む。これ以上手っ取り早い道はねえぞ。簡単に言うけどさ、だいたい沙織さんがオッケーするか。彼女だったら食いもんで釣れる。美味しい和菓子の差し入れとかでよ。なんかとびきりのやつで。和菓子だったらしょっちゅう差し入れしてる。今さらそれぐらいで釣れるか。だからこれまで差し入れたことがないくらいとびきりの上物にするんだよ。ん？それってどんなの？俺が知るかよ。スイーツ探しはお前に任せた。たく言い出したのは海藤さんだろうが。
八神氏、何でしょう。ちょっと探してるものがあるんだ。おお、今度は何をお探しで。和菓子には目がない超甘党の女子が絶対に食いつくようなとびっきりの一品。八神氏、古典的な作戦ですね。今時そんなのに釣られる女子はいるのですか。いるんだって。作戦を考えるやつも引っかかるやつも。そうなのですか。ならばいつも通りユッターで調べてみますので、何か検索ワード。そうだな。それじゃあ限定和菓子で頼む。承知しました。そちらに画面を転送しますぞ。全然ダメです。999件以上、検索結果が多すぎます。全然限定品じゃないな。八神氏よ、他のワードを追加して絞り込んでみましょう。素晴らしい、一つに絞り込めましたぞ。マジか、やったな。八神氏。あ、いや、残念ながらこれはハズレだ。違うワードでやり直してみよう。少し減ったようですが、まだ全然多い。ターゲットはあんこが好きなのですかね。いや、割と何でもいける。だとすると違う。ダメですね、全然減っていませんぞ。限定の抹茶味は。なんだよ、どこ。抹茶の線は避けた。いいですね、かなり数が減りましたぞ。なるほど、軽眼ですね。お菓子そ。ああ。し。八神氏ですな。ああ、カムロ。よし、減った。どれどれ、京都で有名な老舗の竹光がカムロ町の七福通りで新規オープンですと。ビンゴ、そこに行こう。でも八神氏、これ限定品ですぞ。今から行って買えますかな。行かなきゃ買えないだろう。愛しの女子にあげるのか、はたまた別の用途か知りませんが、まだあるといいですね。とにかく助かった。センキュー。ま、健闘を祈りますよ。